はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。第6章ブレイブリーセカンドに入りましたね。で、カルディスラ王国に来たんだけど、なんか地図から消えてたと。外には出れねえな。王様に会いに行くしかねえのか。これもともとどこに位置してたっけな、なんか忘れちゃったな。ブレイブリーデフォルトは結構いろいろ続編というかリメイク版が出てますからね。フォーザシークエルとか、まあ、やってはないですけど。おお、こんなとこだったっけ。もう頑張ってっか。街の外はシャレにならんほど危険だ。いつの間にそんなになったんだ。おお、困っちゃうよな、確かに。でもそうやって経験を積んでいくんだよ。おお、キーズ、お久しぶりです。そなたが急に倒れ、あ、ここで倒れたのか。2年していた皆の者、英雄のご帰還だ。おお、帰還みたいですね。王様万歳。ノルエンゼの、うん、王様にこんなに頼られて。今日はまた宴か。この前も宴やったばっかじゃん。ディズニーちゃん、なんだこいつ。なんこんなクソガキ雇ってんだ。エギルか。エギル、見違えたな。少年兵長よ。エギル少、そうだった。ん？はい。先ほど巨大な魔物、北方のロンターの離宮に。の。巨大な魔物。てか少年兵使うほどこの国疲弊してんの？我ら少年兵士隊が詳しい調査。俺たちが行く。お待ちください。こんなクソガキに任せてらんねえよ。その魔物の調査はエギル兵士長ってのはね。そうだよ。むやみに敵兵士たちを束ねて。こう焦るタイプだなこいつ。指揮官には向かないな。亡きを敵に突っ込んでいきたいのをエギル少年兵士よ。少年兵士ってなんだよ。魔物の調査はわしらは、ま、はっ。どんだけ人材不足なんだこの国。ディズニーちゃん、うるせえなお前、何なんだよエギル。さっきも言ったなそれ。ディズさん、クソワギだったんだ。クソワギ。エギルと言ってね。夫。エギルはエーゼンベルグで知り合い。いろいろ。本当に。それが今や少年兵士長とはな。この2年。そうだったんですか。聖教騎士団の三重士のリーダーをしてるんだぞ。前。聖教騎士団の三重。超エリートじゃん。ユーもイデアと同様。僕の。弟ばっかりだね。そうか、キズの方が偉いのか。ユウよりも。エギル少年兵士長、怒られた。町の守備隊の兵、はい。お前見てんのただ一般ピーポーとは違えんだよ。頑張れよ少年。うん、さてエギルは専用の顔がありますからね。私たちはその魔物ってのとっとちょ、ロンターの離宮は行きましょう。ロンターの利休も懐かしいな。てかなんでこいつ王様の近くにいるんだ、大臣みてえに。武器や防具は装備しないと意味がないんだよって。なんだそれ、一番最初の町人が言ってくるような会話は。今さらそんなことを言ってどうなんだ、バカにしてんのか。おお、地震だ。 なんだあれは。湯船だわ。何、お風呂。あ、なんだ湯船が来たってことか。撃沈したのかと思った湯船が。なんで湯船の音になってんだよ。まあ湯船の操縦は中井さんがやってくれてるからな。来てくれたんだろうなきっと。どうやってここを知ったんだ。さくらさん、おお、ありがとうありがとう。だったんですね。ちょうど洗濯物を取り込ん、そしたら気がついたら浴室やらボイラーやら。そして、グッグレイ。すげえなこいつ。大変でしたね。何？ここに来る途中。何が大量だったの？はい。イケスの中は新鮮な魚が。今夜は、やった！
平和すぎだろエンジニアどこ行ったんだ。そんなことより、こっから外行けねえのかな。飛び降りたら死ぬか。お、いるいるいる。でも会話変わってねえな。お、すげえなこいつ。もう社長だな。社長と呼ばせてもらおう。あれ風呂に入れる。あれ風呂に入ったなんだ。お、なんちゃらんだ。なんかやりだしたぞ。ちょ、動けないんだけど。さて出るか。いい湯だったな。ちょっとなんでこれ出れねえんだけど丸ボタンを押すとなんかやりだす。あ、ちょっと待って待って待って、出るって出たのに。やっぱ飛んだ時間の無駄だよ。あれなんだ、ピカーンってなったぞ。あ、なんかゴースト状態とかだと回復すんのかこれね。そんなこと言ってたよな。じゃゴーストになったことないし。あ、ここか。あれ、サブイベント的なものがある。ちょ、こっち行ってみよう。これ地図がなかった時にこっち行ったらどうなってたんだ。もともと島がなかったってことか。なんだ、謎だな。ちょっと先にこのジョブ、何のジョブだ。もしや聖騎士様。おお、教会で戦うとかちょっとセーブしとこ。その前にじゃあ、ちょっと情報が多すぎて何がいいんだかわからないな。少なくとも狩人は強いっていうことが分かって、両手持ちの武器が強いっすね。文句とかもそうだけど、いや、まさかここに来てサブイベントが起こるとは思わなかったな。おお、聖騎士様がいるじゃないか。お前のジョブをよこせ。では戦わないといけないんだよね。来たか、我が娘。おお、聖騎士のアスタリスク所持者、ブレイブリーって言うんだ。エタルニア公国クリスタル聖教と、果たして彼が。いや、エタルニア公。どうしたの。何時に問う。お、後継ぎも。お父様。国を治める者に欠かせない、目の前に立ちふさがる、何時にすがる、この対局に存在し、それはよくわかんねえ。何を選べばいいんだ。私の後を継ぐ。国を治める。あ、なさそう今の返答あ、ありますって。ちょっと躊躇してんじゃん。何時が思う。すなわち敵を切り裂く力だと思うのならば、不死の塔に向かい、大元帥の剣を取ってまい。すなわち味方を守る力だと思うのならば、あー、剣か盾か選ぶの。地下牢獄、大元帥の盾を取ってまいる。不死の塔の、どっちかしか選べないのこれ。何時が国を治める者として。分かったよ。え、両方取ってくんの。いや、わかんねえな。私、イデアリーは。うむ、私は祈祷医の洞穴。おお、最後の試練か。最終試練みたいっすね。いや、待ってねえじゃねえか。お前ここにいんじゃねえかよまだ早く行けや。何時が思う。またこれかよ。あ、でも思うのならばって言ってるからな。どっちかなんだろうな。大元帥の剣、すなわち味方。とりあえず剣だな。何時が来る。私はさあ行け。でもさ、イデアちょっと魔法キャラに育てちゃってるんだよね。そんなこと言うけど。お、猫。これか。ほんほん、こいつらここに突っ立ってるわけね。お、なんだこいつ。土の神殿、広告司令部1階。俺剣が欲しいんだ。剣が盾装備してるのほとんどいないからな。道しるべはあるのかな。とりあえず、おっとっと、
不死の塔へ行くか。おっ、ディローザじゃん。夢のエネルギー。あ、ガテラティオにいるんだ。あ、こっち行けねえや。こっちから外に出ないと。あ、2つあるな。とりあえず船に乗ってこう。どっちがどっちだっけ。この船は相変わらずここにいるんだな。地下にあるって言ってたのと、不死の塔。あ、降りられねえ。結局こっちから行かないといけないのか。ちょっと降りられない。全然降りられないんだけど。え？降りるとこなくね？めんどくせえ。こっから行かないといけねえのかよ。こいつまだいんのか。怪しいやつ。話すことな、おお、うるせえうるせえ。話すことは何にも変わってねえな。何回時を巡っても同じことしか言わない。とりあえず行くか。先に剣を取りに行こう。なんか両方取るんだか片っぽしか取れないんだかいまいちわかんないからな。欲しいものを先に取る。1階から行けるよって言ってたよね。あ、こっちか。こっから外に出れんのかな。え、ちげえじゃねえか。全然ちげえじゃん。敵出んの、そもそもここ。あ、出るよな。推奨レベルなんちゃらって書いてあったしね。向こうにどうやって出んだよ。お、開けてくれ。お金じゃねえかよ。どうなってんだよここ。敵が出てきた。おお、強そうだ。てか一回ここ宝箱を取りに来たな、よく考えれば。こいつは出てきた気がする。倒せるな。うわ、ボタン突き、いってー。早っ。何、めっちゃクリティカル食らうんだこいつ。ほら、反撃開始。弱い。バシリックスピア言えねえし。弱い。転結覚えた。ただだいぶ減っちゃったかな。まあ、イデアのケアルガで一発よ。オッケー。すげえな、そのまま全体。あ、てか、アニエス様いなくね？もう見放されたか。こいつらも。お前らに話すことは何もない。牢獄じゃねえかよ。これ本当合ってんのか、こっちで。宝箱はあるな。エーテル。多分これ最初の頃に来れるから、しょぼいものしか入ってないんだろうな。宝箱いっぱいあるぞ。ただ。いいのは期待できないな。またこいつらかよ。大変だよな、こいつら。そんなことなかった。牛の肉。なんて読むんだあれ。牛肉か、このまま。牛肉みてえだな。牛の肉が牛肉だと、牛の肉は牛肉。うまいのか、硬そうだけどな。エルメスサンダル。あ、なんかいいの入ってんじゃん、実は。すげえ、エルメスサンダルだって。素早さが上昇、回避が1上がるな。これどうしよう。回避じゃなくて素早さが上がると攻撃回数が上がるのかな。アダマングローブじゃなくてこいつアレンジをパワーリストに。マグノリアはあ、さ、クリティカルだよな。うん、これでいいや。多分攻撃回数は素早さに影響してると思うんで。おお、敵。また宝箱の番人だ。先制攻撃。バジリスクモンク。おお、光に弱いのか、こいつら。不屈の自由。エクスポーション。そうか。やっぱりこれ最初の頃には、地下には来れないのか。あれ、どんどん下に降りちゃってるけど、いいのこれ。え、なんかこれ盾取りに行く方向じゃん。サブって書いてあるし。え、ちょっと俺剣が欲しいんだけど。剣が
どうやって土の塔行くんだよ。めんどくさいからテレポストン一回使おう。え？こっから入って。だってこっち行けないっしょ。白魔法プラントから行くのか。そんなバカな。白魔導循環プラントだってなんもないもんな、行くところが。で多分こっち行くと右下のところ。関係ないところに出てきそうだからな。私もう48回だよこれ。え、剣どうやって取りに行くんだこれ。本当にわからん。道なき道を行くっていうか、ここが開いてないのがおかしいんだよそもそも。バジリスクも文句対文句、俺の方が強いぜ。セイント対セイントの戦いなんです。ここだよ、ここが開かないとあっち行けないんだけど。なんでこれ開かないんだけど。もうなんかしょうがないから盾取ろう。ちょ、戻っちゃったな。もう盾なんかより剣が欲しかったのにな。まあ、地図が出来上がってるからさっさと行くか。時間の無駄を取ってしまったな。スピアか、スピアか、文句しかいねえなこの国は。てかさ、広告総司令部に魔物がうろついてていいのかこれ。治安悪すぎだろ。なんで総司令部に魔物がいるんだ。それともこいつら勝ってんのかな。生体兵器 BOW か。 BOW でいいんだっけ。バイオハザードとかに出てくるのって。おお、やばい、盾兵って結構ね硬いんだよね。とかもっと全然硬くねえし、柔らかい。あ、いた、殴られた。うわ、ここは開かねえか。この宝箱欲しいな。あれ、開かないところにあんじゃん。どうやって行くんだこれ。隠し通路か。またここら辺から行けた。あれ、あ、行けたか、行けたか。セーフティーリング。いらねえ。味方の先制攻撃、お、3体出てきた。普通だと最高16ヒットって言ってたかな。で変なやつつけると32ヒットまで伸びると。まだ16ヒットいってないからいけねえし、こっち。あっちの方から行くのか。やられたな。左の多分小部屋から行くんだろうな。ここか。あれ、いけねえし。あれ、ちげえ、マジかよ。あれ、どうやって飛んだよ。まあいいや、一個ずつ部屋を覗いていくか。敵のブレイブアタック無駄だ、そんなもん。まあ、セーバーしてくれる。ここは？こっから行けるか？いけねえ。あの宝箱とか。マジじらすな、ここ。どうやって行くんだ？行けた。源氏の鎧。マジかよ。すげえいいの手に入れた。あれ？クリスタルメールより源氏の鎧の方が弱いんだけど。なんで？だいたいシリーズ的に源氏の鎧の方が。源氏シリーズって FF5 とかだと多分最高級の装備だぞ。なんか盗まないと確か手に入らなかったんだよね。それがクリスタルメールに負けるとは。連戦の予感。二人でなんとかしろ。一人でできればなんとかしろ。よし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 、このままいくか。おお、なんか出てきた。スプリガン。
殴り合い、バーサク状態になった。いや、殴り合いといえば傷だろう。何倒せなかったか。冬の嵐、限界突破。なんかマスターになったな。先制術師がマスターになったか。先制術師めっちゃ使えるんだよな。なるべく変えたくないんだけど、どうしようかな。ドキマ同士にしよう。回復ができねえな、そうすると。あ、違う、白魔同士だから回復ができないんじゃなくて、サポートができねえんだ。タイムリープってなんだ。全滅した時に戦闘開始に戻る。お、いいね。すげえもん持ってんな。あれ？これ何？大丈夫？拾って。大元帥の伊達を手に入れた。拾うのかよ！怒ってんのかよ！なんで牢獄なんかに怒ってんだ。大元帥の盾が牢獄に怒ってたよ。装備させよう。お、ちょうどイデアに装備させんじゃん。いいね、上がるし、いろいろ。あそこの宝箱とかもどうやって取るんだ。いけねえし、こっちの方から。あ、ここが空いてる。ここから行けるか。え、全然行けないんだけど。わからん。ほら、スプリガンちょっと硬いかな。ストップ無効、時空魔法レベル2。なんだ、宝箱取れねえじゃねえか。あ、いけた。エリクサー、もういいね。ここはなんかどっか隠し通路。いけない、宝箱2つが分かんない。どうやって取ればいいんだ。こっちから行けるとか。開け、扉を開け。ここら辺から行くのかな。特になんもなさそうだ。大元帥の剣みたいなのが欲しいな。おいってー。取れねえな、宝箱が。わ、この部屋は絶対怪しいよ。いけねえし、本当にいけない。あと、こっちはじゃあ左の部屋か。ここか。あ、いける、これはいける。あの下の宝箱がわかんない。敵の先制攻撃だ。マジか、めんどくせえ。殴り合い。なんだなんだなんだ。命中力が上がってる。行動速度も上がってるか。しかし無駄なことだ。スロー反撃、攻撃されるとスローが発動するのか。源氏の兜。いや、でも源氏シリーズなんか弱いんだよね。サークレットになってんじゃん。こいつガチガチに固めよう。魔法には弱いけどしょうがない。あれ、帰れなくなっちゃった。いや、絶対そうするとやっぱあの部屋だ。もっとよく調べよう、入念に。ちょっとずつちょっとずつ。これでダメだったらちょっと諦めよう。いや、いけねえや、本当にいけない。なんなんだ。いや、いけないや。どうしてだ？取りたい、あれ。もう諦めよう。あれ？これ終わり？テレポで出よう。惜しい、あの宝箱を残していくのか。で、外出て持ち帰るのか。うん。あれ、土のクリスタルのとこ、行けんのかな？てか、どうやって行くんだ？これ、こっちから行くのか、もしや。いや、そんなことないな。いや、やっぱり1階から出るんだよね。いや、ちょっと。さ、皇帝陛下に会いに行くか。皇帝陛下じゃねえや、元帥だ。皇帝陛下は、デニー兄さんだった。
騎士の塔の行き方が結局分からず、2つ取れんのかな。もう一回見てみよう。ここだろう。ここなんか洞窟があるけど、あれこっちから行くの、もしやそういうオチ。騎士の塔、マジこっからじゃねえか。しかもサブイベントのあれがないな。一応ちょっと行ってみるか。なんか両方取れそうな。また広いダンジョンになってんのかな俺。そっか、全然人の話聞いてなかったな。てか一回もう終わりか。何も宝箱取ってねえし。あれ、なんかすげえどんどん登ってんだけど大丈夫。なんかうわこれ強そう。メイルドラゴン。しかし貫いた。せっかく言ってもさ、お主はもう盾を持っている、この剣はいらんだろうみたいなこと言ってきたらやだな。あれここ宝箱だけか。エーテルターボ、エーテルターボを取りにここまで登ってきたのか。今ね、自動マジックパワー回復があるからエーテルターボとかいらないんだよね。1ターンにつき30回復するんで、自動マジックパワー回復は。マジックパワー不足はもう解消されてるな。え、なんか、ギャストリック弱かった。時空魔法レベル3。ただな、魔法は全部ちょっと使えるようになりたいな。なんか怒ってる。剣が怒ってるわけじゃなかったか。右の方に宝箱がある。こっちは隠し通路とかあるのかな。そんな感じではない。おーし、おー硬い。拳が砕ける。俺の拳が。もうマジか、めっちゃガードしてんな。倒した。ゴリ押したな。お、牛肉だ。牛肉、牛肉の焼肉パーティーしようぜ今度みんなで。腹壊すやつが出てきそう。う、牛肉に当たった。あ、もう怒ってないし。怒ってた。バッカス、あそこに、あそこに青宝箱が。敵の先制攻撃だ。マジか。先制攻撃カットをつけてないからな今。よっしゃ、殴ってるぜ。高貴な鷹覚えた。ラッシュをかけるときは高貴の鷹だな。めっちゃ強くなるかんな攻撃力。あ、サブある。いけるな。両方手に入れられるか。宝箱1万円。もう今更お金もな、必要ないといえば必要ないけど、なんかいい武器とか売ってるとこあんのかな。大元帥の剣両方手に入れられんじゃん。てか両方手に入れなきゃいけないのか。どっちが強いんだ、エクスカリバー。お、大元帥の剣の方が強え。大元帥の剣って何なのこれ。何、両手武器持ちや。ちょっと太くない、エフェクトが。これ両手武器だ、もともと。え、両手武器ってことは何これ。両手持ち意味ないとか、ちょ、わかんねえな。ちょっと二刀流にしてみて、剣を装備できるかだな。二刀の心得にして、あ、装備できるわ。大元帥の剣とエクスカリバー、完璧だ。これにしよう。かっこいい。ちょっと頭は源氏の兜。うんうんうん、最強二刀流。宝箱取ってないのかちょっと回収していこう。連戦の予感。おーら弱え。
そうだ、連戦だった、忘れてた。やばいやばいぞこれは。ちょっと待って、リピートを解除する。こいつも攻撃に入る。時空魔法グラビデクイックって何、攻撃回数を上げる、いいね。よし行け。だとホーリーだな、もう全体化になってるから。よしこれで勝負を決める。いや早いよお前、ちょっと攻撃戦の。え、いいの、え、てててて、3000、おお倒した、危ねえ。タイムリープ、そっか、全滅しても一回復活できるんだ。ちょっと一回これ出た方が早いんじゃないか。で、回復させよう。マジックパワーがめっちゃ減った、ホーリー使ったから。ホーリーどんだけ燃費悪いんだよ。あれこれどうやって行くんだ、なんか正面の出口があんな。よしこっちから宝箱ルートへ。あれ宝箱ルートだと思ったら全然宝箱じゃねえし。おろおろおろ、なぜ俺はこんなところでさまよっているんだ。さまよう鎧だ。また敵の先制攻撃か、デフォルトしてきたな。よっしゃ、うわ勝って勝って勝って、あ、そうか、二刀流にしたから。これでもな、二刀流にするんだったらでも両手持ちの方がいいな。二つ使うんだったら、わざわざ二つ使うんだったら両手持ちにして、で攻撃力アップつければ、こっちの方が強いんじゃないか。三刀流はちょっともう今あんま流行って、お、なんだこいつ、こんなとこにいたのか。ギルタブリル、よしやるぜ。なんでこいつら言っても言葉がどもってんだ。ギルタブリル、土の忍者。おーなんだこいつ、おお、これ、こうやったら僕死ぬだろ、普通に。あ、なんか、どっから召喚してんだ、これ。弱っ。あ、クソだな。見事も何もねえよ。サンキュー。しっしっ。ひどい。このクソみたいな召喚魔法をよこしやがって。召喚魔法今回強いのか、そもそも。あれ、なんだ、これどっから行けばいいんだ。一回下に降りよう。おお、青宝箱、リッパーナイフ。今ナイフ使うやついねえかんな。こうタイミングが良くないな、武器を手に入れる。青宝箱にする必要が、おお、土の神殿、土の神殿に来る意味はあんのか。友達のデータが更新されてるよ。コムサブローか。うん、特にないな。無駄足だったようだ。じゃあこれは宝箱だったから、あ、なんか怒ってる。一角武士、召喚士にしてないな。召喚魔法どうだろうな、今回魔法微妙だからな、攻撃的なやつは。こういうやつとかだといいのかな。いやでも押し切れるからな絶対。ほら、いや、あ、しまった、両手持ちにしたのに両手持ちになってないからマジクソ弱えんだけど。なぜ、あくそー、ただ俺の拳はそんなもの通さん。
両手持ちなんだから両手持ちにしないと。おい、これをもう一回変えないといけない。大元帥の剣か。エクスカリバーの寿命も短かったな。だいたいエクスカリバーって最近落ち目だよな。昔は最強の剣とかだったのに。ラグナロクとかも出始めてきて、エクスカリバー最強説がなくなっちゃったよ。1000円、いらねえ。何を意図してあそこに1000円置いたんだ。ロイドラゴン、うん、両手持ちの方がいいな。これなんかすっきりする。さあ、あと宝箱。あれ、そういや上の方に宝箱あったやつ取ってねえな。いらないハイポーションとか。あれ、あの上の宝箱どうやって取んだ。だいたい宝箱余るな取れない宝箱は。おっと、ギャストリック。うん、プリシジョンもいいね。あ、もうとうとうレベル70になってるわ。これちょっと正面から出てみよう。おお、ここに出て、ここに出てからの裏道を回って、やっぱ裏から出るんだよね。で、ここが開けると。お、マジかよ、これ裏から開けねえといけねえのか。え、なんかこれはいいや。もうちょっとここは青さばら。うん、じゃあちょっといい時間なので、今回はこれで終了して、次回大元帥のところに乗り込んでいきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。